え、皆さんこんにちは。えっ、ー、とレクセンに講師の弁理士の吉村です。今日はえっ、ー、と今からでも間に合う最速の口述対策とはということで、だいたい1時間ぐらいお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。はいで、まず皆さんあの論文試験、あの突破おめでとうございます。で、これから後述試験に臨むわけなんですけれども、えっ、ー、と。ちなみに後述試験の勉強を今からやるという方はどのくらいいらっしゃいますか？ あそこそこいらっしゃいますね大体に、ね、4割ぐらいの方があの手を挙げていただきました今日はですねそのような方を対象に、まあ、今からで間に合う最速の洪水対策とはということでお話しさせていただきますでお手元にこの資料ございますかこのレジュメをもとにあのお話しさせていただきます で最速の構図対策、一番効率のいい構図対策を私この仕事大体10年ぐらいやってるんですけれども、まあ、その経験に基づいて今からお話しさせていただきます。で、皆さんその担当論文で突破されて、まあ便利試験のね難しさみたいなわかっているかと思うんですけれども、努力の方向性を間違いないっていうのが重要なんですね。何がゴールなのかっていうのを明確に定めた上で、その正しい方向に努力しないと、まあ大変なことになるわけです、ちょっとでもそのベクトルがずれてると。 まうまくいかないんですよね。ということでまずは何がゴールなのかっていうのを見、まあ、あの見ていきましょう。で1番「口述試験に合格するためには」っていうところを見てください。で特許庁のホームページを見るとこんなことが書いてあります。採点基準を ABC のゾーン方式とし合格基準は C 評価の科目が2科目以上ないこと。 特実、衣装の3科目についてそれぞれあの問答がおこ10分ぐらいの問答が行われてでその特,許特実やったらその A から ABC いずれかがつくんですね衣装で,でも ABC ついて商標でも ABC ってつきますで A が一番良いです B はまあよくできてるで C はあんまりよくがで,きで,きてできてなかったとで B 以上は合格です A と B であれば合格。 で C だったらダメで C の科目が2科目以上なければ合格っていうことになりますでここからいろんなことが言えるんですけれども C がとりあえず1科目あってもまあ大丈夫なんですね他の科目であの B 以上取ってれば OK とであと A は取りに行く必要はないんですよね。コンンスタントにに B 以上取りに行くような その勉強が好ましいととうことになりますホームラン打つ必要ないともうことになりますじゃあところで各科目その ABC ってつくんですけれどもその ABC ってどういう基準でつくのかってお話しさせていただきます。でここに書いてあるのはその特許庁のホームページには書いてないんですけれどもあの試験の再現とかねいろいろ見たりとかしてるとこんなことが言われてます。 あの各科目大体7問から15問ぐらい年や科目によって違うんですけども大体7問から15問ぐらい出て限られたねその10分ちょいぐらいの時間で行われるんですけどもその限られた10分ちょいぐらいの時間で最後の問題まで回答できれば原則 B 以上つきますよ A か B がつきますと。でもしその限られた10分ぐらいの時間の中に最後の問題までいかない場合は C がつくっていうことに なってますなので、まあ、最後の問題まで限られた時間までいくっていうのが重要なんですね。であの別の言い方するとだからんかうまくどうにかやって最後の問題まで全ての問題解答する必要があります。でねこれがね口述試験に合格するための客観的な基準です。 でじゃあまあこれを達成するためにはどうすればいいのかっていうのを私あのポイントが3つあると思ってますでここの2番「口述試験合格のための3大ポイント」っていうのを見てください3つねポイントがあると思うんですよでまず括弧1条文青本で括弧2囲紋括弧3場数を踏むでこのね3つがとりあえず重要なんですよねでこの3つのつつそれぞれぞについて 説明させてくださいでまずですねあの条文青本でこれがねむちゃくちゃ重要です今日ね色々いろいろこうなんかあの言いたいことやね皆さんにお伝えしたいことがあるんですけれども一番重要なことの一つはこれです口述試験のお約束です口述試験のお約束まず何か聞かれたら条文で答えられるかどうかを考えるとで条文の で答えることができる場合には、条文の言葉をできる限り使って答えると。で、中には理由とか趣旨や、あの、聞かれることがあるんですよね。で、この、この点にあった条文で答えることができないと。そで、その場合には何で答えるかっつったら。理由趣旨について青本に記載されていることを答えるって、これが超原則でございます。で、ここにね、ちょっと青本って書いてあるんですけれども。 あの意証法と商標法に限ってはあの青本だけではなく審査基準まで聞かれますなので審査基準もねちょっとここに入ります。でまあこれがむちゃくちゃ重要なんですよ。でえっ、ー、とですね皆さんの中には いやそんな条文の言葉青本の言葉通り言わなくていいんじゃないいやなんかね自分のなんとなく言葉でその聞かれたことに対して特許法とか意証法とか商標法の理解を示せればいいんじゃないかっていう感じで思っている方はいるかと思うんですけれどもこれが全然そうじゃないんですねこれね。ですす基本的にダメで,すでこれなんでかっていう話なんですけれども。 あの答えの客観性を担保するために試験委員の人は問題と回答用紙持ってますで問題と回答用紙があってあの主査・副査の人がいる,いるんですけれども主査・副査の人がねまあこんな感じで座って主査で副査の人もまあこんな感じで座ってるんですよで主査と副査のいずれか一方がこうまああの何とかについてお聞きします何,何とかですかって質問して受験生さんが答えるじゃないですか。 福んの人がですね、あのこの受験生さんの言った回答に対して何か言ったらピピッピッ,ピッってなんかねピッピッピッってなんかねチェックしてるんですよね。回答の紙を持ってるんですよ。で、この紙に何が書いてあるかって話なんですけれども、おそらく最も信頼性の高い情報が書いてあるんですよ。で、最も信頼性の高い情報って何かって言ったら、ま法律の試験ですので。 条文が書いてあるんです、ね、条文の言葉で全部書いてあるんですよ。で理由とか趣旨は何が書いてあるかっていったら、まあ、この世界で一番こう信頼性が高いっていうかね一番こうなん,かなんか聖書みたいな扱いのものって青本じゃないですか。で青本に記載されているのが書いてあるんですよ。で試験員の人は受験生さんが何か言ったらここの回答に あの書いてあることで言えた場合にはピ「ピオッケーオッケーじゃあ次の問題行きましょう」っていくんですけれどももし何か受験生さんが言って微妙に何か言ってることは合ってるかもしれないけれども何か表現が違うと,ちょっとほんのちょっとだけ書いてあることが違ったりとかするともうちょっと別の言い方ないですかみたいな感じであの言い直しさせられたりとかするんですよ。 でということで、まあ、条文で言い直させられることがあるんですよ。ということでこの条文できる限り条文の言葉で答えましょう理由とか主旨については青本に記載されていることを答える方がいいですねということになってます。で年によってそのどのくらい条文青本の言葉を答えなきゃいけないのかっていうのが結構違います。 あの近年皆さんご存知の通り、口述試験の合格率が結構高いんですよね、これね。見てください、口い述試験、例えばね、27年、28年、29年、30年パー90%を超えてます。で、このくらいの合格率だと、実際、受験した方々の話聞いたり、 口述の,のね皆さんからこう再現データいただくんですけども再現データ見てもそれほどねあんまり言ただ合格率が9割下回ってくるともう8割ぐらいあのねたい9割ぐらいになってくるとそのね条文通り言えなくて落ちちゃったみたいな人がどんどん増えてってこの8割以下、まあ、7割ぐらいかな7割ぐらいの時合格率。 22年23年24年とかは本当に条文通りとか青本のキーワードが1個だけ言えなかったらそれであの通してくれなくて落ちちゃったみたいな人たちがたくさんいました。合格率が低ければ低いほどあの難易度が高くて条文条文通り答えなければいけないあのレベルやあの新青本の言葉通り言わなければいけないレベルがこう高まるんですけれども現在は。 まあ27年、28年、29年、30年って言って、割以上ですでほとんどあんまり言われてません。じゃあ、今年どうなると思われますか、皆さん。っていう話なんですけれども、まあ、分かんないじゃないですか、で分かんないからなんとも言えないんですけども、もおそらくね、私の予想は9割から90%から95%ぐらい。 まあ前年のレベルを維持するんじゃないかなと思われるんです昔ほどうるさく条文が青本って言われることはないんですけれどもまあやっぱりねほんのちょっとなんかやっぱ何,何かあって受験者数の受験生の人数を絞ろうみたいなふうに思ったらそこがあのそれちょっと条文の表現と違うから条文通りり「家」とか青本の言葉どお言家」言えみたいのが始まるんですよ。ということで。 もうそれがあの歴史なんですよね口述試験の。で歴史は繰り返すんですよ。ということでできる限りまり条文の言葉で答えることができるように青本の言葉で答えることができるように準備をしあのその言葉で言うと言うと通ることが多いっていうのをまず念頭に置いときましょう。はいじゃあ次過去問きますでじゃあ,まあ条文青本の言葉が重要だっていうお話させていただいたのでじゃあ何から勉強すればいいかって話なんですけれども。 まあ、条文と青本から勉強すればいいのかって話になるんですけれども。それはやっちゃいけないんですよ。これが。勉強の順番は。過去問なんですよね。これね。条文、青本をやり始めると、勉強が、時間がいくら経っても足りないんですよね。これ、なんか。何の脈絡もなくて、単にね、条文読んでたら、青本見たりとかしても。なんか時間が。過ぎていくばっかりで、あんまり効率のいい勉強とは言えないんですよ。で、勉強の順番としては。 過去問ですなぜならばまず第一に過去問が本詞で出るんですよね結構な確率で。であのこれ後で申し上げますけれどもあの「口述試験その難しかった時期があるので口述試験その近年ではその合格率9割超えているとはいえその8月ぐらいからちゃんと勉強している方が多いんですよ予備校を使ったりとかして。で彼ららはどんな感じかかっていうともう結構8月からもう結構 積み上げてきてきるのであのちゃんと過去問とかもやり込んでて過去問レベルの問題であれば完璧に答えてくるんですよ。でそんな中、まあ、過去問やってないとするとそこであれみんなできてるのに君できないんだっていうことで。 心象がすすごい悪くなっちゃうんですよね新しい難しい問題とかできたできないとかそれ以前にああこの人きっとダメだなっていう心象にバーンって傾いちゃってその後なんかきつく当たられてなんかヒントが出なくなったりとかして落ちちゃったりとかするんですよ。でなんでまずね過去問をねあすごいたくさんやるっていうのがとても重要でございます。でえっ、ー、とですねあとね これ、ね、括弧1。かっこ1。かっこにはそのインプットのお話です。インプットとしては、まあ条文がお本過去問が重要です。よってお話しました。で、あの弁理士試験の受験生さんは皆さんそのインプットみんな得意なんですよ。インプット得意なんですけれども。アウトプットがね。僕のあの、ちょっとみんなのことを見てるとアウトプットが少なくて、あんまり経験がなくて落ちちゃったみたいな人が結構いるんですよね。 ということで、口述試験の対策はインプットも重要ですけれども、アウトプットが特に重要でございます。で、これは？その水泳とか自転車の乗り方と一緒です。 最近だとまあ、youtube の動画とかを見たり、とかして自転車の乗り方とかね。水泳どうやったら早く泳げるのかみたいのをね。見てやるわけです。けれども、それを知識を見て、じゃあ実際に自転車乗れるのか？あのー、泳げるのか？って言ったらまたそれは全然別の話じゃないですか。実際に自転車乗ったり、その水泳その水の中に入って体を動かして試行錯誤して初めて。そのなんかこんな風にやったらいいんだよ。みたいなのが。 その自分の情報ができるそのアウトプットとして正しく出せるための練習や訓練を積んで初めてできるわけじゃないですかっていうことがあの口述試験にも言えます。で あの例えばね、まあ、私の「講座のファーストフェイズ」とか受けていただいた方で、まあ、こんな感じの回答が望ましいですよっていうのをいろいろお伝えしてるんですけどもじゃあその通り回答することができるのかっていったらまた全然別なんですアウトプットで練習しなきゃいけないんですよ。でまたちょっと近い話は論文試験とも似てます。論論文文試験ののの答答案論文答案を皆さんどのくらいの感じで書けるようになりましたか で皆さんその論文にあたって論文の基礎講座みたいなの受けたかと思うんですよ。で論文のレジュメの解説とか見たりとかして、あのー、それですぐにじゃあ論文の模試とか論文の答練で答案書けるようになりましたかっていう話なんですけれどもセンスのいい人はねパッていきなり書けちゃうんですけどもまあ皆さんそうじゃなかったと思うんですよ。その論文答練その1回わかんな1回12回として1口座12回として。 だしてそしてその 2, 講2講座とか3講座とかどんどん受けていって初めてその論文を書けるようになったと思うんですよね。みたいな話がねですよでぶっちゃけ今からやると、まあ、3週間ぐらいで本誌なんですけれども時間が短いんですよねなのでたくさんこうアウトプットの講座を 受けた方が僕はいいいんじゃないかなかと思ってますでき申し込めるんだったらたくさん申し込める限り申し込むと。であの皆さん先輩方から聞いてるかと思うんですけれどもなんかこの合格発表だって、ね、今日ネットで聞いてる方は、まあ、これ論文合格の当日にやってるんですけれどもこの論文合格後にこの皆さんそのなんか各会派のその口述の練習会とか の私がやってるそのレックの,ねこの模試とか講座とか一気にみんな申し込むんですよ。早い者勝ちなんですよ。ですぐ埋まっちゃうんですよ。レックの講座もあとで説明しますけど埋まっちゃってるのもあったりとかするんですよ。なので早めにねたくさんいろんなのを申し込んだほうがいいですよというお話でした。じゃあ以上がその口述試験合格ためのための。 三大ポイントでじゃあここから今日の本題の今からでも間に合う最速の口述対策はっていうところに話を進んでいきます。で,今からでも間に合う最速の工術対策とはでえっ、ー、とね4つ括弧もあの設けて説明させていただいてるんですけど大切な123です1。まずね 過去問を完璧に答えられるようにしましょう線引っ張っちゃうかなこれがねファーストステップでございますでこれができた方は次はね括弧に条文を引けるようにしておきましょうでそれぞれの項目の意味はねあの後で説明しますで条文引けるようになったら今度はね 青本の理由趣旨や審査基準が記載されている所定の資料まあまあレジュメですレジュメをね勉強しましょうとでねカッコ4のねこのパネル問題苦手な方は1日通問担当の問題解くことをお,おすすめしますねこれはねおまけですおまけ重要なのはカッコ1からカッコ3ですねカッコ1からカッコ3が重要でカッコ4はおまけでございますじゃあ はいかっこ1に戻って過去問を完璧に答えられるようにするってここいきますね。で「過去問ック先生過去何年分やればいいですか?」っていうお話をねよくされるんですけれども少なくとも過去8年分やりましょう。はいででなんで8年分かっって言ったら このレックの「公述アドバンステキスト」っていうあの、ままあ、近年ではそのレックが一番こう最大派閥でレック使ってその便利試験臨む人が一番多いんですよなのでその公述試験もその過去問このテキスト使ってやる人が一番多いんですよねでこれに8年分載ってるからでございますであの過去問やるにはそのみんなと差がつかないっていうことが重要なんですよね ということでまあ一番使ってる人が多いそのこの「口術オールインワン」的あ口ト「術アドバンステキスト」8年分は最低やることをおすすめします。で中にはその過去その昔のね過去問も手に入る人がいるんですよ。例えばねその先輩からもらったりだのあとその私のね口術オールインワンあ口紅術って 対策講座ファーストフェーズって、ね、8月受けて,受けてる方とかあと今からでもその通信で申し込めたりとかするんですけどもあのファーストフェーズ受けていただいてる方は、まあ、こうオールインワンテキストとか言って、まあ、口述試験に必要な情報が全部一冊にも集約されてるんですけれどもまあねあの築城解説的になっていてまあまあさ 差し止め請求でまあ100条って100条あってで必須事項大きく分けて2つの項目があるんですけども必須事項っていう項目と、まあ、プラス1っていう項目があるんですけれども、まあ、必須事項っていうのはその過去10年に聞かれた青本や審査基準の記載を抜粋してここに記載されてます。でその中に あの昔の過去問がこれまあ平成30年度なんですけれどもでプラス1のところにはあの過去10年聞かれてないんですけれどもまああの口述試験でい,いつ聞かれてもおかしくないよねみたいな情報が青本屋新崎城の中でいつ聞かれてもおかしくないよねみたいなのが抜粋されててその中にまあ20年。 今から10年前10年か11年前の過去問みたいなのが入ったりとかしてるんですよ。でこんな感じでまあファーストフェーズ受けてたりとかして昔の過去問手に入る方は手に入る分だけやった方がいいですねこれね。でこれ何でかっていう話なんですけれどもあのこう問題作る人こう。 どんな感じでその問題作るかっていう話なんですけれどもまずねその口述試験の,その勉強の範囲があります口述試験の問われる範囲がありますであの既存の,その昔の出た過去問がありますで問題作る人どうやって作るかっていったら一から全部作ることはしないんですそれは面倒くさいんです新しいことやってまあなんか批判とかされたりしたが問題なので。 既存の問題をベースにその平成20年に出した問題とかをベースにまあとりあえずねその8問中6問ぐらい昔の過去問入れとくんですよ。で残りの2問ぐらいはああまあこういう問題出したならこれ1個聞いてる問題出したからじゃあだ大丈夫ですか2個聞いてみようかなとかね。この1個の個文聞いたから じゃあ1個のねあの理由趣旨を聞いてみようかなみたいな感じで既存の過去問を聞いといてそれをベースにこうなんか新しい問題作ったりとかしてくるんですよね。っていうことで、まあ、既存のねこのね条文の問題あじゃあ既存の問題がねこうよく出るのでそれをねやるっていうのがとても重要なんですよ。でやみくもにで過去問やりましたと。で過去問やって 次何やるかって話なんみくもにね適当なこの辺を勉強するよりも問題作る人さっき言ったみたいに既存の過去問があってあ昔こういう過去問出したんだじゃあそれと似たような形式で他のちょっと変えて聞いてみようみたいな1個聞いたから2個聞いてやろうとかね1個の条文聞いたから理由,あの理由趣旨聞いてあげようとか1個のこの条文を事例問題にしてみようとかあと僕がね受験時代の時は 不使用取り消し審判がずっと聞かれてたんでですよ商標法でずっと50条聞かれてて51条以下の,あの不正使用取り消し審判聞かかれてなかったんですよで私はこれおかしいなと思ってねだから私の勉強の中も不正使用取り消し審判50条がもう極まったらまあ51条についても同じようなこと聞かれてもおかしくないからとか言って51条以降同様に勉強したんですけれどもちょうどその年にね51条が聞かれたりとかして。 あのばっちりこうなんか僕らの人みんな合格することができたんですよみたいな感じでそんな感じで作っていくんですよ。ということで過去問やるとまず過去問自体が抑えることができるっていうのでとても重要であとですね過去問やるとまあ大体ねなんかこの辺出そうだなみたいなのがこう分かってくるんですよねっていう意味で過去問やるっていうのが重要,重要でございます。であとですね あの口述落ちちゃう人のね話を聞いてると過去問およびその類似の問題についてきちんと答えることができずに落ちてしまう方がとっても多いです。であの、まあ、そもそもなんですけれども口述落ちちゃう人まあ大体近年だと5%ぐらいいらっしゃるじゃないですか。 去年の合格率94%なので、まあ、6%の方が落ちちゃうとで6%の中のこう内訳なんですけどざっくりしたイメージですよ落ちちゃった人どんな感じで落ちちゃったのかって話なんですけれども大体半分ぐらいの人が口述試験の,そのなんか舐めていたもしくは情報をあの仕入れてなかった。で公術試験はあの結構あのハードルが 合格率94%でしょ楽勝な試験でしょって一見思うんですけれどもこれみんな勉強した上での94%なので勉強してない正しい方向に勉強してないと、うん、落ちちゃうので結構難しい試験なんですよでそのためのなんかその情報仕入れてなくてなめてて落ちちゃったみたいな人が大体半分ぐらいで残りのその50%のうち40%ぐらいがこれです。な、まあ、なんとなく、ね、あの勉強参加 会参加してたり、あの口述の情報は仕入れていたんでだけれども、口述試験のねあの過去問の再現のねレベルがね、まあ低かったんですよ。その問題によってね、そのどのくらいちゃんと答える答えなければいけないのかみたいなのが違うんですけれども、完璧過去問についてね、完璧に回答しなければいけないんですよ。でちゃんとそのどのくらい何か完璧なのかって。 かかんなないいじゃないですかだからそのレベルの見余ってまあこの程度でいいだろうみたいのが通用せずに落ちちゃったみたいな人が多いんですよね。でじゃあここで過去問どんなレベルでやればいいのかみたいな話をしましょうか。で一番極端な例をいきますね。 ちょっと待ってくださいねはいじゃあじゃあ昔の過去問を一問だけ出題しますので答えてみてくださいでちょっと目が合ってしまったのでお手伝いお願いしますあの「遺症法は洗顔についてお聞きします」 9条1項、えー、を条文通りに正確にお答えくださいどうぞ皆さんもね自分聞かれたと思ってちょっと心の中で頑張ってやってみてください再選の出願人がはい 2畳の出願人がある時は再選の出願人が意思登録を受けることができるっておっしゃいましたで皆さんの判定はどうですかでなんか洗眼の理解は伝わってきますよねなんとなく合ってますよねでこれが、ね、ダメなんですよこれが恐ろしいことにでいきますよで 球場1個を条,条文の通り正確に答えてください。っていう問題ですね。これねで条文案書問題なんですけど、条文の通りにって書いてあったらまさしく条文通り回答しないとダメですで。で、この書いてある通り、同一または類似の衣装について異なった日に2以上の意匠登録出願があったときは、賽銭の意匠登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができる。文字通り、これ言わないといけないんですよで。 一般的なね。まあ注意点として、私こんなことを授業で説明させていただくと、あのファーストフェーズでね。で、まずね。出だしが重要なんですよ。この点の条文暗書問題でわかん。あの出だしが出ると、なんか今までのなんか記憶がこうなんか呼び起こされてきて、その後もね。もうさらさらっていうことができる。まず出だしが重要です。で、洗顔系の条文は全部どから始めるものどから始めあります。あの衣装法証あ実用新案法。 医療法、商標法共通です。どから始まります。どから始まると思います。同一または類似の医療について異なった日に2以上の医療登録出願があったときは、で、あのね、医療登録出願って言ってください。これ、あの論文試験だと。 登録出願だと長いので、まあ、出願って略願願 A とか出願 X とかか X 略してね書いている方多かったと思うんですけど論文試験はそれが正解なんですけれども口述試験はできる限り口述あの条文の即した言葉条文の言葉で答えた方がいいという観点からちゃんとね「異性登録出願」っていう言葉を使ってください。でね「あった時は再選の異性登録を出願人のみが」ありますよね。でここももね出願人も同様です 再選の衣装登録出願人という言葉を使ってください単に出願人じゃないです「衣装登録出願人のみが」で「その衣装について」っていう文言がとても落ちやすいんですよねこれねでなぜならば「その衣装について」っていう文言がなくてもこれ意味に通じちゃうんですよこれ同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった時は「再選の衣装登録出願人のみが」 衣装登録を受けることができるでなんとなく通じちゃうじゃないですかだからねこのその衣装についてって文言が落ちやすいですので気をつけてくださいねみたいな話をしますであとねその衣装について衣装登録を受けることができるこれまで衣装登録ってちゃんと言ってください単にねこれ登録って言いがちなんですけど衣装登録を受けることができるって言ってくださいとみたいな話をまあねあのむか 再現とか見たりとかしてこの辺がねこう言わされるみんな間違えてちゃんと言えって言わされるんですよみたいな落ちちゃうところを説明させていただきましたで24年度は口述の合格率があのすごい一番低くて難しかった年なんですよ口述の合格率が63%の時でこの時はあの極めて厳しかったですであの 受験生さんで落ちちゃった方がいるんですけども彼はこんな感じで答えましたでこんな感じで答えたところ1箇所だけ違うと言われてましたでその回答を私が申し上げますので皆さんあのどこが違うかねあのちょっとあの考えてみてくださいで彼の言った回答を申し上げます。同一またたはは類似ののににについて異なっっ日に2以上の衣装登録出願があった場合には 再選の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録受けることができるどこが違うかわかりましたか一箇所ちょっとうなずいている方いらっしゃいますねはい。この辺、ね、彼は同一または類似の衣装について異なった日に2以上の衣装登録出願があった場合にはって言ったんですねで、条文は時はってなってたんですねで、意味は同じじゃないですか でも違う,う申し訳ないってこの条文はあの本当にね条文通り言わないと通しちゃいけないことになってるとだからもう一度条文見てしっかり言い直してくれみたいなことを言われちゃったんですよねこれね <laughs> あった時は。でこれまあ極端な例,例です。で一番難 全ての,その過去問の中で一番条文通り言わなければいけなくて24年度で一番厳しかった時はこのくらい言われますみたいなのって分かんないじゃないですかそのどこまでこのくらい必要なのっていうのがまあこれ見ただけでわ分かんないわけですよでその,そのレベルを誤ってまあこのくらいでいいだろうみたいなのがちょっと甘くて落ちちゃったっていう人がね結構多いんですよねこれね。で であのなのでまあ過去問はしっかりやりましょうで今ね、まあ、このくらいうるさく言われるのはまあ条文通りにってこう書いてあるやつだ,だけですでなんでまあ少なくともね条文通りにっていうのの,あの書いてある問題についてはこのくらいしっかりあの再現が求められてるんだっていう意識を持ってあの覚えてみてください。で あの他にもねそのこの手のやつがいくらでもあるんですよあのこの問題こんなこと言われたみたいなんでそれはねその、まあ、ぶっちゃけ分かんないわけですよでそのそれこの条文とかこの理由趣旨でなんかどの,どのくらいまで回答が求められたみたいな話はその私の講座のそのファーストフェーズの講座で全部畜生解説的にブワーって説明してますので、まあ、時間があって余裕がある方はまあそれ聞いてみてください。で であと、ね、講述試験の合格レベルにある受験生の像っていうお話します。であのちゃんと、まあ、皆さんしっかり勉強されてるわけですよ結構結構な方がされて結構真面目な方が多くて。 先輩とかに聞いてもね、いやー、口術なんか全然勉強しなかったよとか、口術全然勉強しない、やばいみたいなこと言ってる人とかいるんですけれども、そんな人に限って結構やってるんですよ、だから、口術で勉強しなくても大丈夫だって、みたいな人の真に受けてはダメですや、やってます、陰で。そういう人たちなんですよ、弁ネ士の,の、この業界にいる人たちは、みんなやってるんですよ。で、彼らはどんな感じかっていうと、口術試験合格レベルには受験生、どんな感じかっていうと、 過去問問びそのの類似の問題にについてはほぼ確実に答えることができます。で新作の問題があって新作の問題についてはね、まあ、簡単だったり難しかったりとかするんでまあでも突っかかりながらもなんとか答えることができると。でまあ運が悪ければ答えることができない場合があるんですけれども漢字としてはねまああのとにかくその 限られた時間の10分ちょいの時間で最後の問題まで行くっていうのが重要なんですよ。で、過去問とか過去問の類似の問題でこつっかかっちゃうとそこで時間使っちゃうと新作の難しい問題で時間が使えなくなっちゃうんですよ。で、それで落っちゃう人が多いんですよね。で、僕で過去問はなんとか突破したんですけれどもこのこの,この事例問題の新しいところであの時間が来ちゃいました。この問題ができませんでしたみたいな話な方聞くんですけれども。 話聞いてるとだから、ね、この過去問問そのの類似の問題で時間使っっちゃってるんですよねでここで時間使っちゃってるのとみんなができる問題で落ちちゃったのでそこで試,あの試験員の,の心象がブワンって悪い方向にいっちゃってああもうこの人ダメだっていうふうにあの心象を振り切ってしまうんですよ。でヒントとか出さないで終わっちゃったみたいな感じでだからまあ新作の問題に行く前に過去問とかその類似の問題でも差がついちゃうそこで勝負が決まっちゃってるってことが結構多いんですよね。 でそうな,らないよううにしましまょう新作の問題で時間を使えるようにするために過去問及びその問題については短時間で答えることができるようにねあの条文暗証問題とか結構難しいんですよであの結構時間かかるんですよそんなに簡単にはまできないんですけどもできるだけ条文に即して問題とかはねど理り答える問題はできる限り条文を見ないでさらっと回答することができるように準備しましょう。で あのでそれがね過去問完璧に答えられるようにするってまず皆さんがやらなければいけないなこれでございます。であの今から3週間で本当にやるとすると結構ねこれでギリギリぐらいかなと思います。もうねだからできない人はもう過去問だけで割り切っちゃってもいいかもしれないぐらいですね。で余裕な1番ができた人は2番い,いってください。 で2番はね条文引けるようにしておくって話なんですけれどもその前にちょっとね条文のお話させていただきますで、あここに書いてありますねこれねあの条文集っていうのは口術試験の本試験の現場で唯一参照することができる頼りにすることができる唯一の資料なんですよで口術の問題には大きく分けてまあ条文 の言葉を求めてる問題条文引けば回答することができる問題と条文には書いてない理由趣旨をきあの聞いてる問題大きく分けて2つありますでききる問題がででませんでしたでその場合にどうすればいいかっていう話なんですけれども本試験ではあの法文集見ていいことになってるんですよ。 でその時は直ちに法,あの法文集を見てください。あのなんかまれにその法文集を見ると心象が悪くなっちゃうから見るなみたいなことを指導されている方がいるんですけれどもあの口述の,あの必要なのは制限時間内に最後まで行くっていうのが重要なんですね初めにやりました最後の問題までその所定の時間内にいくっていうのが重要なんですよ。でそのためには条文何回でも見ていい。 条文何回見てでも最後の問題まで行くっていうのが僕は重要じゃないかなと思っております。なんで何か聞かれて分からなくてでそれが条文見れば解決することができる問題であれば「すいません条文参照してよろしいでしょうか」って言ったら「どうぞ」って言われるのでそう自分から言ってそれ見ましょう。で条文見るときは「失礼します」って言ってこうやって条文見るんですね。ああそそっかそっかでさっ,きのさっきのね9条1項の暗証問題だったら。 あ同一また、レイジの衣装について異なった日に「うん、分かった。なんか、あの講師が衣装登録出願ってちゃんと言え」っつな「分かった。じゃあ衣装登録出願っていいよ」えーと「衣装登録出願にてさんちゃんと言おうと」と「その衣装について」っていうのも「あ分かあ落ちやすい」って言ってたのでよし、この辺が言える。言えると思ったら必ず閉じてから失礼しました。 同一または類似の衣装について、異なった日に2以上の衣装登録出願があったときは、最善の衣装登録出願人のみがその衣装について衣装登録を受けることができます。みたいな感じで回答してください。あの条文参照していてもこうやって見ながらあの回答していいですよっていうことじゃないですよってことです。あの見て閉じて失礼しましたって言ってなんかま人によっては手を離してとかね、手を離してから。 回答してくださいねでこんな感じであの条文系の問題はこんな風にしてあのまあ解けばいいんですよ。っていうのでまあ重要なんですね。で条文暗証問題についてはクラシックな、ね、条文暗証問題が近年はあんまり出づらいんですけどもし出ちゃったらそんな感じであの詰まっちゃったらすぐ条文見て。 閉じて言うみたいなのをやってみて、短時間で頑張ってね、条文を覚えてみて言うみたいなことをやってください。で、あとあの条文引けるかどうか問題っていうのがあるんですよ。こう僕が勝手に条文引けるかどうか問題って呼んでるだけなんですけれども、すごい担当チックな細かい条文見てくる、聞いてくる時があるんですよ。で、この場合その裁判所はなんか特許庁に対して何をすることができますかみたいな、すごい細かい知識を聞いてきて、でもう。う もう明らかにそのなんかちょっと難しいことを聞いてその短時間で条文を見てその問題解決することができるか正しい条文をあ正しい情報を条文集から引き出して回答することができるか条文引けますかみたいのを聞いてくる問題があるんですよで。そういった問題に対応するためにもこの条文とりあえずね何聞かれてもあの関係する条文を引けるようにしておくっていう能力がとても重要です。で近年では この、ね、事例問題対策や条文の言葉を用いた回答を求められた場合の対策としてもあの条文引けるようにしておくっていうのがとても重要です。でこれ何かって言ったら近年ねこの「パネモン」っていうのが出ます。ねあのねまずこんな感じで、まあ、去年のね2日目の商標の地域団体商標の問題なんですけれども。 地域団体商品についいてはお伺いします地域団体省庁として登録を受けることができる商品の3つの累計のうち1つを条文に即してお答えください。これ条文に即して問題なので1号から3号まで。でこれどう考えても1号が短いのでほほ99%の受験生さんが1号だけ頑張って条文言いました。ではい、こんな感じで 地域の名刺はどのようなものでなければなりませんか地域団体証券にかかる商標権に譲渡することができますかみたいな感じで、まあ、簡単な問題が出るこの辺ちなみに、ね、あの過去問ですでこの辺で時間食っちゃうとこの複雑なあのあの事例問題行く前に終わっちゃいますなのでこの辺はまあパッとできるんですよとはいじゃあパネモン行きますよって紙にあの、ね、机の前に紙が伏せてあるんですよでそれをブワッと開くと これがねボンっててありますパネルを開いてくださいで情報量が多いですよねで情報量が多い中ここからはあなたの説明力を問ういます酵場商標 B リングについてうんたらかんたらかんたらみたいな感じで見た上でさらにこうなんか説明させられてこう一気にこう情報ぶわーッと伝えられるんですよはいじゃあ適切な説問1絶問2について適切にお答えくださいみたいな感じになるんですけれどもそのねさっきのね 事例問題対策や条文を用いた回答が求めた場合っていうのは、まあ、具体例としてちょっとねこれの事例にもうちょっとあの説明させていただきますでね団体がね3つ出てきます「公団体」「オツ団体」「平団体」でもしね「公述オールインワン」テキストをお持ちの方は195ページですね今年の「で公団体」は出願商標 B 県リンゴ指定商品 B 県産リンゴで「公」はこの 地域軟体商標の商標登録出願を予定しております。で、おつ事業者、登録商標 B 県りんご、太陽のマークがついてるんですね、これね。で、指定商品 B 県産りんご、これについて商標権持ってるんですね。公の出願しようとしている商標との違いは、B 県りんごに対してこの、 オツの方はこう太陽マークついてるとで指定商品についてはビーケン産のリンゴで同じでございますじゃあ次ヘイ行きますよでところでヘイっていう団体がありますでヘイは指定商品がビーケン産リンゴあビーケンリンゴ指定商品がビーケン産リンゴでヘイはビーケンリンゴをビーケン内の一定の範囲で使用しておりコートは良好な関係にあります。 はい事例いい事例ですかで今ね、ねちょっと時間の都合上括弧2だけいきます。で、カッ2は、その、ね、お事業者いらないんで、あの公事業者あの、公とオツの関係だけ見ます、はい。で、2番ね、公の商標登録出願に対し、ヘイとの関係で想定される拒絶理由は何ですか、また当該拒絶理由を解消するための措置は何ですか。 はい、いきますよでもう一回事例復習ね。こうは出願商標が B リンゴで指定商品が B 県さんリンゴで、おつ、平は、B、指定商品が、使用商品が B 県リンゴで、B 県さん。で、指定商品が B 県さんリンゴで、使用してるのは平でございます。はい、拒絶理由は何でしょうかみたいな問題が出されたときに、 結構多くの受験生さんは4条15号の規定に該当しますと40が該当します。で、あの試験員の持っている回答は4条15号じゃなかったんですよ。他にはって言われました。で、他にはって言われて関連する条文わかりますか？で、このこの問題は理由と条文頑張ってみれば。 わかる問題じゃないですすかか条文ののどっかの拒絶理由に該当してるわけですよでこの問題40 10号じゃないって言われたら「はあそうか」で頭の中でちょっと検索して「分からん」ってなったら「条文集探しに行くんですよ」ですいません条文集参照してよろしいですかってなって「はいどうぞ」って言われたら「あれおかしいななんかないかな」と思って「はあそういえばでもこれ地域団体 商標だよねじゃあ7乗の2なんか7乗の2のなんか拒絶理由ないかなで7乗の2をこうやって見に行くわけですよ7乗の2で7乗の2見に行きますよでこれちょっと授業で使ったテキストなんでまあいろいろ書いてありますけれどもで7乗の2見てってあ,あそっか その事業者の間で広く認識されているっていうのが必要だなっていうのが分かりますよね。これであじゃあここにね。確か、その項は使ってなくて使ってるのは兵ですよね。だから、事業者の間に認識されているとは言えないですよね。ただ、だから7条の2が拒絶理由が考えられるじゃん。っていうか分かったっていう感じで、条文を使って回答することができますよね。で、そんな感じでじまず条文使ってください。事例問題で。 この事例に対してどっかの要件が引っっかかってるんですよ必ずでその要件にどこか引っかかってるかっていうのをその調べることができるように条文引けるようにしておきましょうっていうのがあのこの事例問題対策でございますで次のね条文の言葉を用いた回答を求められた場合の対策に行きますで今の問題でこんな回答をしたあの受験生さんがいました。 使用しているのは、hey、ですよねなのでこの商標は周知性がないのであの7条の2の拒絶理由が通知されますで回答しました。でんとなく意味はわかるじゃないですかその「公の商標として周知性は有してないから7条の2の該当しますよ」 で意味はわかるんですけども、それじゃねダメだったんですよ。30年度は。で、何かって言ったらここで条文の言葉って話になります。その試験員の回答用紙には周知性っていう言葉は存在しなかったんですよ。この7条の2のこの言葉を使って回答が書かれていたんですよね。これね。需要者の間に広く認識されているときは、だからまあ事例に当てはめるとその項の あのこの商標はその兵の,需要者の,兵の商標として事業者の間に任期されており公の商標としては事業者の間に広く任期されていないため7条の2の要件満たしていないか7条の2の共通利が通知されますって回答しなきゃいけなかったんですよ。みたいなことが <laughs> 条文の言葉でね答えなければいけないものの例です。でこれででつまずく人が結構多いいんですよでなかかおかしいなと思って なんか周知性とかね防人質感とかその条文にない言葉を使ってダメって言われたらこんな感じであの条文集参照してできる限り条文の言葉をその事例に当てはめて回答するっていうことが近年では求められます。でそういった時にもその条文を引けるようにしておくっていうのがとても重要ですっていうお話でした。なので過去問できるようにしたら次はね条文を引けるようにしておきましょう。でこれがねあの 2つ目のステップです。で、次で3つ目のステップいきます。で、次に重要なのはその口述試験には対別して、その条文き聞いてる条文で回答することができる問題とそうじゃない問題があるって言いました。で、そうじゃない問題の一つが理由とか趣旨の問題です。で、理由とか趣旨あの聞かれたらどうするんだっていう話なんですけれども、もしね。それが自分の中で覚えている場合には、その理由とか趣旨言えば。 で通してくれれたら、OK、なんですけれども違うって言われましたもうちょっと説明せよって言われましたでその時どうすればいいかって話なんですけれどもこれがね厄介なんですよであの条文系の問題は条文引けばいいんですけれども青本とか審査基準ってその本誌の時に見れないので困っちゃうじゃないですかでよくねそのこの業界で言われているのは失念しました っていう言葉があるんですけど失念しましたっていうとその問題が×ついちゃうんですよね。で先ほど申し上げました通り全問正解しないといいけないんですよ最後の問題まで焦点の時間内に行かなきゃいけないので失念しましたっていうとその問題が×僕分かりませんっていうことなんではいじゃあ C っていうことになっちゃうんですよその問題。なので頑張って制限時間内で言わなきゃいけないんですよ。でどうすればいいかって言ったら一言で言うと「 頑張るしかないんですよ。これで頑張るってなんぞやって言われたら、あの試験員はキーワードシステムを主に採用してます。あの、回答用紙の中のなんか、あの回答用紙の中のまあ長い。この青本のその文が書いてあるんですよ。で、事前にこの理由とか。趣旨はここと。この文言を言ったら。 この問題は、OK、にしようこことここはキーワードだからこの,この2つが出てくれば OK みたいな感じでその決めて試験に臨むんですよ。あでただまあ結構ね現場ではその試験委員の裁量でその2つ以外にもう1個ねこれも言わなきゃダメみたいなねもしくはそのこことここ行ったら OK みたいな決まりがない場合にはその場で なんか近いこと言ってるけれどもこれを言ったら通してあげようみたいな感じでこのキーワードを言ったら通してあげようみたいな感じその場で決めて受験生さんにそのキーワードを言わせるようにヒントとか誘導が来るはずなんですよでその誘導にのっとって頑張ってやるで受験生さんの立場としてはそれが言えれば OK なんですよこのキーワードが言えれば OK なのでいろんな角度からそれをこう、ね、数じゃ当たる作戦でも言いまくるんですよ。で言うのも 自分の中の引き出しを持っておく必要があります。で、その引き出しっていうのは、まああの例えばね、そのいくつかあるんですけども、汎用的な表現、国だからとか、心理が遅延するかからとか、国際調和の観点とかね、そういう汎用的な表現で突破できることが多かったりとかするんですよ。これ覚えてるかさ結構重要です。で、あとは仮にその規定がなかったとしたら。 こういう不都合が生じるためこの規定が設けられていますみたいな感じの理由趣旨が多いんですよね数学でいうと配理法的ななんかその規定がなかったとしたらこういう問題が生じるのでこうですっていう理由趣旨が多かったりとかするのでこの理由とか趣旨が求められたら今みたいな感じで仮にその規定がなかった場合の理由とか趣旨考えてとりあえず行ってみるでなんか近いこと言うと、うん、まあいいでしょうとか言ったり こう,こ,うこういうことですかとか言って回答言ってくれたりするのであはいそうですとか言うと通してくれたりとかしますでそんな感じで突破したりあとねなんか異なるその出願人の立場から言うとこういう問題が生じるあと審査官特許庁の立場から言うとこういう問題が生じますとかあとあの 第三者の観点から言うとこういう問題が生じますとか異なるものの観点から何か言えないかなって言ってみるとかあと何か法目的に考え法目的に何か結びつけて何か言えないかなとかそんな,そんな感じで自分の中の引き出しを持っといて頑張ってそのキーワードを当たるまでにいろいろ作って言うしかないんですよ。 しななでできるようにならないんですよ、ねこれね、アウトプットインプットも重要なのでアウトプットの場が重要なんですよ。ということでこのアウトプットの今みたいな感じで皆さん今からいろんなアウトプットの場に臨んでよく分かんない理由とか趣旨とか聞かれると思うんですけれども分かんなくても本詞だと思ってそんな感じで何か言えないかなみたいな感じで言ってください理由とあの通してくれたり違ったらなんかヒントくれたりとかするので。 そそののヒントにのっとっってて頑張ってそのキーワこれがまあ私の言葉で頑張る」っていう話ですで。でまあそんな感じでねまあ最終的に分かんなかったら「頑張ってください」でとかまあまあいつで試験の現場ではそうやって頑張るんですけどもそもそもねでもある程度やっぱり理由とか趣旨入れとかないと頭に入れとかないとダメなんですよ。で皆さんその3週間でやるためにはどうすればいいかって言ったら。 まあ大本や理由趣旨由審査基準が記載されている所定の資料をやりましょうと。で所定の資料っていうのはね思いっきりね勉強する範囲を絞るっていうのがポイントです。今からいろんなものを新しいものに手を出すと破綻しちゃいます勉強が破綻してしまうのでああもうこんなできないって言われてダメになってしまうので例えばね私のファーストフェーズとか受けてない方は自分が使った論文レジュメでこれだったら一度勉強したことがあるので。 早く頭に入るじゃないですかだからもう自分の使った論文レジュメだけやる過去問やれるようになって条文引けるようになったら自分が使った論文レジュメの中にあるあの暗本や審査基準だけをもう言えるようにするでその範囲だけ確実に言えるようにしてそれ以外の問題が出たらさっき言った私の頑張るっていう手法でその場でなんとかやる。でもし口述をね今テキストあんじゃな。あの フファーストフェイズ受けている方は、口述オリジテル的な必須事項のとこ、自分のやったレジュメプラス必須事項のとこだけやるで、さらに余裕のある方は必須事項プラスプラス版のところをやる、みたいいな感じでどんどんん手を広げていってっくだ、さいただあの、ね、この口述試験はあのどんなに勉強しても、やっぱり自分がやった範囲外から、ね、出ることがあるんですよ。 ななののでで自分が知らないことを聞かれるのを恐れるは恐てすもうこ,こ、ね、もうこの範囲だけねもうこの範囲だけもう自分のレジ使ったレジュメとかもうここだけはもう完璧に答えることができるようにするで分かんないところ出ちゃったらもうその場で頑張るしかないぐらいな割り切りがとても重精神衛生的に重要ですで広く浅くなんかできるよりもここは完璧。 で、みんなができるとか絶対できるでみんなができない。新作の問題とかよくわからない。重箱の隅をつつくような理由とか趣旨とか聞かれちゃったら、まあ、そこはみんなと同様できないの方が望ましいです。っていう観点から勉強する範囲を思いっきり絞っちゃいましょう。で、皆さんが今からその答練とかその練習会とか行って。 なんか圧迫系の面接してくるる人とかがいるんですよなんか試験2週間前1週間前なんでまだこんな基本的なことできないの「こうこうこうだからちゃんと勉強しといて」とか言ってなんかきついこと言ってくる人がいるんですよ。でとか言ってそれを真に受けて「あなんかみんなできてるっていうのは僕全然できてないやもういろんなことやんなきゃあれもやんなきゃこれもやんなきゃこれもやんなきゃみたいな感じになるんですよ。そういう気持ちになるんですけれどももう勉強する範囲はもう絞った方がいいです。 過去問条文自分が今まで使ったレジュメもしくはファーストオーリマテキストをやっている方は必須自己このみ。でもしねあの広げたいのであれば過去問やねその類似問題については完璧に答える状況を維持しつつ広げるようにしましょう。手を広げた結果あの確実に答えなければいけない過去問とかその過去問の類似問題の再現のレベルが低くなっちゃったらかえって合格から 遠のいいてしまいます手を広げてもいいんですけれども手を広げる場合には必ずその過去問やねその類似問題について完璧に答えることができる状況を維持したまま広げましょうそれがねすごいポイントでございますはい以上でございます申し上げますよまず過去問をしっかりやりましょうでその後ね条文引けるように何聞かれても条文引けるようにしておきましょうでその後もう理由とか主人については もう時間の関係上新しいものを手に出しているのはちょっと危険ですので今まで自分がやった範囲内で思い切って勉強してあげてもうそこから出たものは完璧に答えることができるけれども他の部分については、まあ、あのその場で何とかうまくねあのや,りあのやり過ごせばいいやとでそのための練習はアウトプットでやってみてくださいでこれがね最速の工事対策でございますであとちょっとおまけねあの近年そのパネル問題っていうのが 出ますで先ほどやったみたいにパネル見てくださいバーンってやってすごい情報量が多いんですよで言葉でぶわー説明させられてちょっとねあの緊張感のあまりちょっとパニックになって頭が真っ白くなっちゃいましたみたいな方がパネもしちょっとねパネモン練習会とかでやってみてちょっとパネモン苦手かもと思った方は1日ね数問担当の問題解いてみてください。 重要度はさほどあの高くないです重要なのはこっちです。やっぱ過去問条文、所定の,の資料をしっかりやるっていうのが重要です。で余った範囲で無理のない範囲であの1日ね、例えば5問とかね、五えだとか10だとか決めてやると、このね、金物がね、ちょっとだけあの楽になるんじゃないかなと思います。で、あとね、結構もう1時間しゃべっちゃったんで。 このおまけね行動リストのところでいろいろまあ言いたいことあるんですけれども一番ちょっとねこの中でちょっと言いたいのはこのねできる限り早い時期からアウトブットの練習始めましょうっていうこのおまけのね4行目とかだけちょっとあのお伝えさせてくださいこれで皆さん今から3週間でやらないとすると例えばこんな感じでスケジュールれ作られる方多いんですよ初めの1週間間から10日間は インプットに専念でインプットバッチリしたらその後そのアウトプットのね練習会とか入れてそれに臨もうって言われてる方が多いと思うんですけれども私のお勧めはもうできる限り早い段階からもうアウトプット練習をやっちゃうっていうアウトプットの勉強とインプットの勉強を同時並行的に進めるのをおすすめします。でこれなぜかかっっって言たたらセンンスがが、ね、良いいりその自分ののインプット方方向性が正しい方は まあその方向で正しく努力されてその結果がアウトプットに出て全く問題なんですけれども多くの場合そうはならないです。インプットしてんだけれどもあんまりうまくいかなくてあれ思ったよりこれちゃんと過去問覚えたはずなのに思ったよりこれ再現できないなとちょっとインプットの変えなやり方を変えなきゃなみたいな感じでフィードバックを、ね、<laughs> かけなけけななればいけないんですよでそのフィードバックをかける時期が早ければ早い方に遅ければ遅いほどなんか致命的なこう 取り返しの時間的につか取り返しがつかなくなっちゃうんですよね。で皆さんその担当論文で突破されているわけなので基本的な知識あります。だから口述の問答に行っても大体でできちゃいます。でもしわからなかったらまあ、まだ勉強始めても間もないのでできない問題もたくさんあると思うんですよ。でその時は私が申し上げたその条文系だったらもう条文見ちゃう。 条文ししてよろしいですかとで条文系じゃない問題については先ほど言ったもうこれ言ったら OK みたいな感じで多分やってくれると思うのであ,のあれこれ言ってみて誘導に乗るっていう感じでその練習だと思って取り組むといいんじゃないかなと思います。であと考述の対策のちょっと講座の連絡です、ね。でね、いろいろこう あの講座を設けさせていただいてますであのまず宮口先生とか納富先生のやつですねこれね納富先生クラスや宮口先生クラス出身の方は、まあ、そ,あのそれぞれの先生が趣向を凝らした、ね、講座をあのやってますのでもしよかったら受けてみてください。で模試はねあのあの早あの結構早めにあの埋まってしまうので受けた方が いいで,す、ね、でファーストフェーズっていうのはこれね8月からやってたやつなんですけれども今からでもあの申し込むことができますで案外今から結構申し込む方が多いです私が先ほど9条1項であんなにちゃんと言わなきゃいけないっていうのが分かんないじゃないですかね見てでそれで不安なので一応聞きたいっていう方やこ,このファーストフェーズの中で口述試験っていうこういうもんなのでこういう感じで回答してくださいと例えば。 理由こ,うこ,うこ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 うだからこうですっていう回答の仕方ではなくまず理由だけを述べてください。で理由があってたらじゃあ理由はって聞かれるのでそれから理由を回答してくださいとかね回答ができる限り短くコンパクトにした方がいいですよとか何かそういうね口述のなんか今日言い切れなかったことを全部バーってなんか畜生解説的に書く条文について説明しながらまあそ,ういうそういう情報をバーってしゃべってるんですよね。で結構ねあの,たあの アウトプットやってみて案外うまくいかなかったとこれちゃんと口述勉強した方がいいなっていう方,方で思ってねあの毎年結構ねあの 試験と直前ままで結構申しし込みがあったりとかしますもし口述の知識が不安だと思ったらファーストフェーズ受けてみてください。でセカンドフェーズなんですけれどもこれあのあの関東と大阪でねあの関東私で関西東洋岡先生がやるんですけれども、まあ、これでねアウトプットひたすらアウトプット専門の講座です。でアウトプットの一応この講座の目的はねできる限りあり皆さんに多くアウトプットしていただくと。 アウトプットの量が大切だと思うんですよね。で、これね、あの3時間かける4。あるんですけれども、この講座のあ、その関東だけなんですけれども、私の講座の特色はあの出題する側の立場を皆さんにもやってもらいます。皆さんもあの、ちょっとうまくちょっとやってね。出題する側に回っていただきます。で、実際にね。こうなんか皆さん出題すると結構ね。あの上手に答えてくる人がいるんですよ。 こういうういいい感じで回答するとうまくいくんだみたいなのですよねでそういうのはねあのでいざ出題側に立つとこうやってうまい回答の仕方みたいなのが分かったりとかするのでそういうことを狙って皆さんにも出題させていただいてるんですけどもあの単純にこう、ね、3時間あるんですけれども1時間半皆さんに回答していただく1時間半あの質,問質問する側に待っていただくこの3時間中1時間半皆さんに回答していただくので、まあ、全4回あるので6時間こう 回答すするることになるんですよねざっくりした計算で。ということであのたくさんね回答したい方アウトプットを練習したい方に強くお勧めします。で毎回ねパネモン私のところですけど入れてますのでパネモンやりたい方にもお勧めしてます。でこれもねあの毎年結構好評で1個目のクラスあの1個目のクラスはねカーモッククラスっていうのがあったのかな。カーモッククラスはもう埋まっっちゃててなくて この水木クラスがさっき見たら定員36名中もう14名埋まっちゃったりとかして結構ねこれもすぐ埋まっちゃいますのでもしよかったら受けてくださいでマンツーマンはなんかねマンツーマンはねもう全部埋まっちゃったそ,そうですでこれこれもね1時から7時まで6 6時間やるんですねこれだ,だいぶインプットできる講座なんですこれもだからちょっと埋まっちゃったんですがもしねあのキャンセル待ちとかできるかと思いますのでもしよかったらキャンセル待ちしてくださいあとねあの当日やりたい方っていう安西先生の講座も設けてますので、ねあのまあ、適宜あのたくさんアウトプットの場を提供させていただきますのでうまくあの予備校を使って口実の,の万全対策万全を図っていただければと思いますはいじゃああの 今からで間に合う最速の口述対策ということで、あの1時間お話しさせていただきました。はい、この講座、あのこのガイダンスが少しでも皆様のためになって、あの皆様あの口述合格されることを願っております。皆様、口述試験に向けて頑張っていきましょう。お疲れ様でした。